誰かに似てるなこれ誰やろ誰や。キラーン。はい、毎度お越しやすつららん、わざっかやつららんの職人しょうちんでございます。今日はですね、水墨で久々に人物スケッチをしていきます。僕もね、お稽古しないと腕がなまってしまうからね。今回はアジア人男性を下書きなしでぶっつけで水墨スケッチしていきたいと思います。水墨デッサンと言った方がいいかな。じゃあ書いていきます。まあまず最初にですね、陰影のどこから撮っていこうかなと今回は思っております。こう線から撮っていくデッサンじゃなくって、こうボリュームから撮っていくっていうかな。ほんだら、僕は人物は決して得意な方ではなくってですね、なんかこうコテコテ塗らんと、こう水墨画でささっとこう短時間に描ける画法みたいなのをね、生み出したいなと常々思ってるんですけど、難しいですね、やっぱり人物って。こう筆を鉛筆のようにしてデッサンしていきます。いつもやったらね、ピーッとこう線を揺らさずに引いてるんですけど、今回もまるで鉛筆ですよね、動かし方がね。で、ここら辺から濃墨を含ませた筆で少し軽めにね、紙の流れとかを書き込んでいきます。バサつかせた筆をね、こういう時にはうまく使えますね。チピ切った、チピ切った、チピが来た。うん。ちょっと見えへん、チータ。ちょっと。で、耳を描き込みます。メガネをかけれる位置に耳を持ってくることがポイントですね。意外と、そういうバランス気使って描いてなかったら、おかしくなってね。これどう考えてもメガネ、かけられへんでみたいな、目と耳になってはダメですね。ここら辺まで来るとちょっと慎重になり始めて、細かいところを詰めていきます。人書くと無言になってしまう結構ね、集中するとね、余裕なくなって言葉あれへんなるよね。
で、さらに黒いとこを詰めていくと。やっぱりね、水墨画描いてると黒の力ってすごいなって思うんですよね。このね、黒で最後締まるんですよね。黒は偉大だよ。この墨の色ええなぁ。これ古木なんですけどね。青すぎず黒すぎずで。ええわ。まあ、なんていうかな、世までいろんな描き方とかね、偉そうに言ってきたんですけど、僕も全然練習が足りてなくてですね、こうやって自分のちゃんと、宿題っていうか勉強をやる動画の時はですね、これっちゅうて言うことがないんですよね。僕もこれ勉強なので、こうやって描くんですよ、みたいにね、言えないところがあるので、なんかこうやって僕が練習して描いてる動画でも何かこう皆さんの制作のねヒントになるんやったらありがたいなっていう感じで、真剣ですよね。だから僕もこういう動画の時は。この陰影付けもね、怖いですよね。ここまで描き込んでくるとね、あんまりね、なんかこう崩したくないなっていうのがどうしても働いてしまうので怖いんですけども、やっぱりこう陰影深めたりねしていかないと完成度高められませんしね。ちょっと勇気を振り絞って各部分に陰影入れていきます。印象がどうしてもやっぱりその都度変わるから怖いんですよねこれ。自分を信じてどんどんやっていきましょう。あかん。ほんまに言葉なくなる。どうしましょう。あまりね、こう水墨でクロスハッチングとかって見たことないと思うんですけども、こういうこともします。結構墨だけでね、いろんな、陰影を、奥深い陰影を出すのが難しいときは、こうやってハッチングでやったりしても面白いかもしれませんね。いろんな方向にハッチングを重ねることで、顔のこうなんか、なんていうかな。顔っていうのも結構ボコボコっていうかね、意外と。いろんな局面とかがこう、組み合わさってできてるので、形が。そこいらもね、このハッチングでうまく表せたらなぁと思ってます。収集がつかんなってきたな。なんかおかしいな。もう直せんとこなんかな、これは。ちょっとした比率の違いなんかな。なんか誰かに似てるな、これ。誰やろ。誰や。芸能人か知り合いなんかがわからん。誰や、これ。ちょっと目が離れてしもったんかな。はい、高3です。いやー、もうちょっとうまく描きたかったな。人物って難しいですね。僕の多分評価やと、これ多分目が離れすぎたのと、各部分の比率がねちょっとおかしかったのかなと思います。いやー、まだまだですね。まあ、うまく描けなくても、今の自分の、なんかその、ね、力がそんだけやったっていうことですね。だいぶ髪の毛のボリュームでごまかしたところもあるし、そこまで起きなかったようになったのね。
まあね。はい、というわけで今回は僕の練習動画みたいになってしまいましたけどね、これからも頑張って人物続けていきたいと思います。人物が上手くなるとね、他のデッサンも必ず上達すると言われています。やっぱりね、こう不思議と植物とか動物が上手く描けても人物は上手く描けないんですよね。逆に人物が一発に描けたら植物でも動物でも上手い場合が多いです。なんで僕もね、これからも頑張って人物を続けていきたいと思います。下手くそですけどね、これから僕の成長にお付き合いくださるとありがたいです。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またお越しやす。誰やろうなこれ、若い頃の千原ジュニアかな。はい、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。いつもねグダグダながら見てくださる皆様のおかげで頑張って配信を続けております。それではまたお越しやす。